綺麗な満月ね。ばあさん、本当に綺麗な満月じゃ。家具や。こんなに綺麗な満月なのに、どうしてお前はそんなに切ない顔をしておるんじゃ。私なんだか満月を見るととっても切ない気持ちになるの。満月を見るとそんなに切ない気持ちになるのか。そうか、寂しいと。ばあさん、これおじいは。さん、もう家具屋に本当のことを伝えた方がいいんじゃないかしら。いよいよその時が来たか。あなたが月を見るたびに寂しい気持ちになる理由があるの。かぐや、話がある。お前はずっとばあさんとわしが育ててきた。だから本当の娘だと思っている。だがしかし、お前は月から来た。月から来た姫じゃ。あなたの故郷はあそこなのよ。お前は大事な娘だ。おじいさん、わしはお前おのこじいと。落ち着くの。